はい、えー、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。えー、福井記念競輪、えー、初日です。えー、っと、特選の中か、11年数のみ予想したいと思います。はい、概要です。えー、ご覧の通り、えー、っとですね、新山の、えー、まあ、ほぼ先行一社ということで、その後ろに乗る成田を、 えー、本命に押したいと思います。はい。えー、11レース特選ご覧のメンバーですね。SQ s 班、武田徳義がいます、えー。そしてですね、やっぱり縦のスピードを鋭い中川聖一郎、えー、が人気を集めると思います。はい。展開はご覧の4分線ですね。えー、っとですね。えー と、山内金子の S 取り回数が目立ってますね。なので、この、チューブ税が前を取るのは間違いないのかなぁ、と思いますね。まあ、あと、足沢も8回取ってるんで、竹田が一番車なんで、その辺がどうなるか。あと、成田が取るかもしれないですね。バック回数、ホーム回数とも、新山が圧倒的で、 ま、金子も3回、えー、中川、長島は2回あるんですが、で、かつ長島は3社で、まあ一番長いライン、しかも武田を背負ってるっていうのはあるんですが、え長島は、いぶ、栃木の選手なんで、やっぱり、あの、素直に新山、2社でも新山、先行と見たいと思います。はい。 え、というわけでですね、展開的には、その逃げる新山成田の3番手を、誰が取るか、なんですよね。まあ中川は、そこまで、あの、積極的に取りに行かないんで、金子なのか、長島なのか、まあどちらもあるんじゃないかなと思いますね。さてですね、まあ、ここは、あの、 中川のスピードが届くかどうかが焦点になると思うんですが、中川の、えー、っとレースを見ました。まあ、準決勝戦9着はまあ、よくあることは仕方ないんですけど、最終日の特選がかなり疑問で、あれで、そうですね、しかも、 あれでまく、8番手とはいえまくれない。しかも、その前にいたラインの番手が勝ってて、しかもそのライン、えー、っと、難関ラインが3者いるんだけど、それが1,2,3独占してるんで、で、中が9着。あの、最近にはあっさり切り替えあえて、そこから巻き返しが効かないっていうわけですから、宇都宮記念の準決勝なんかは、 なんか切り替えられても、そっから巻き返してきて、えー、っと、縦の綺麗2着っていうのに乗ってきたっていうのがあったんですけど、松戸のサマーナイトフェスティバルの最終日はすごく、あれどうしたんだろうっていう競争だったですね。 というわけで私は中川を外します。えー、中川不発と見ます。なのでえ、じゃあ、あとですね、長島がもし、えー、っと、長島の仕掛けですね。まあ、ごえー、っと、長島と金子の仕掛けを見たいと思います。まあ、長島、後ろ、あの、武田を背負ってるんで、早めに踏み出すのかなというのは、 ありますね。決まり手見て,てもマークが全然ないんで、流れ込みの競争というのはあまりしないんじゃないかなと思います。じゃあ、武田じゃないかと思うんですけど、あんまり、あのー、松戸は良くなかったですよね。なので、うん、武田もちょっと、どうなのかな、っていうことですね。じゃあ、もし、あのー、愛知両者、 が3番手だった場合。これもですね、金子の決まり手、まあ確かに、あの、金子はまんべんなく決まり手がついておりますので、山内のことを考えずに、相馬は流れ込みっていうのはあるかもしれないんです。あるかもしれないですね。まあ、ど、あの外を早く踏むか、そういった それか流れ込むか、どちらもあるかと思います。まあ、金子の方が山内より先輩なんで、そういう意味でそこまで、まあ、過去の、あの、え金子だったら外を踏むんですけど、まあ、半々かなと思います。えー、っと、私の本命は、まあ、成田ですね。成田を本命にしたいと思います。 で、やっぱり、あの、新さん逃げ位置ですからね。これは、あの、えー、っと、成田が、あの、もし、まくってくる選手があっても、ブロックをして、えー、逃げ残り、逃げ切りまであると思います。なので、この目、7337が本戦です。で、まあ、他、3着はそうになって、あの、ご覧の5人なんじゃないかなと。というのは、あの、 ナルスは3 6な単独やったらそれほどオッズは10倍ぐらいだったかなつかないんですよね。意外と人気,気している。あの、人気は確かに29、21あたり、2一、二7あたりなんですけど、まあ、えっと、29で7.1倍だったかな なんですが、まあ、いろいろ買わないといけないっていうのはあるんですけど、まあ、それでも一本かぶりではあるんですけど、まあ、2級が3倍とかそんなんじゃない。えー、っと、12レース魅力がなかったのは、まあ、脇本はもう鉄板だっていうのは分かってるけど、2級3.5倍とかやった勇気があるのかな、沢田が。そのまま晩点 守りきれるのかなっていう疑念があって、どれを買っても元返し程度にしかならないっていう美味し、えー、っと、うまみのなさ。一方、10レースは非常に4分線で、しかも一番長いのが、えー、っと、広島の松浦先頭ですからね、非常に難しい。というか、どれもコーツつけがたいんで、わからない。 ということで、まあ無理して行くし決勝戦でもないから行く必要はないかと思って、11レースのみの予想とさせていただいた次第です。さあ、話を元に戻すと、まあこの両者でほぼ決まるのかなという気はしますね。で、3着にこの、えー、長島、えー、っと、 長嶋も足いいですからね。5番手のまくりという展開もありますし、長嶋、必要なのかなと、あとは、えー、と中部両者、えー、山内、金子ですね。それに関してね、えっ、ー、と竹田より足座の縦の足、気をつけた方がいいと思います。 前場所の S 級シリーズは優勝してますからね。相変わらず、あの、この縦の足、足沢の足っていうのは、要警戒だと思います。それから、まあ、中川3着なら届くでしょう、ということで、一応中川を抑えました。で、えー、一方、おす。えー、っと、もし、新山が垂れた場合は、まあ、中川を除くその4人、 なんですが、そんなに二車単でつくわけではないんですよね。まあ、つかないって言ってもあの30倍とかを切ったりということではないんですが、まあ、いろいろやってると、まあ、この3連単は、 七さんの三名を裏表は、あの、中川聖一を覗いたら、みんな満社圏なんですよ。それと比べれば、そんなにうま味はないのかな、というか。もしそこまで来るんだったら、成田じゃなくって、もう、別線で来るのかな、というのはありますよね。 それに、まあ、いろいろ散、散らばってますからね、そこら辺で、あの、点数が多くなって、あの、回収的に網を身が低くなるんで、えー、あくまで、えー、っと、この下の方のは押さえとしておきたいと思います。どちらにしましても、あの、新山が積極的にかけると思って、えー、成田を本戦にしたいと思います。ただ、新山の逃げ切りもあると思います。 はい。ご視聴いただきありがとうございました、えー。ゲーム動画でいこうでは、チャンネル登録者数を増やしたいと考えております。おかげさまで400人いきました。次は500人。最後は1000人を目指したいと思っております。えー、まだ登録されていらっしゃらない方、えー、この動画の下、タイトルの右側にあります、チャンネル登録ボタンを押してください。よろしければ押してください。 ご協力よろしくお願いします。また、えー、高評価、コメント、ブログ、ツイッターへの拡散も歓迎しております。はいえー、ブログ、ツイッターもやっております。えー、説明欄でアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。この画面、最後20秒で関連動画、動画プレイリスト流れます。 そちらもお時間ありましたら見ていただければ結構嬉しく思います。動画リストについてはチャンネルをお持ちの方でしたらあの登録もえ、プレイリストを丸ごとあの正面に貼り付けることができますので、そちらもよろしければお願いいたします。はい、えご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。